ソムリン TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリンの哲也と、スーパーソムリンの小野塚と、ドライバーの進次郎です。よろしくお願いします。はい、ワインの定期便2022年1月号でございますね。1月号第3週でございます。いや、来ましたね。来ました。3週、もうちょっとなんか懐かしいワインたちが僕たちの中で出てきますね。そうですね。はい、じゃあどんなワインか、これですね。大好きな、じゃん、レバンド・ピエンヌ・コーチ・ゼロ・ヌ・ルージュ・レ・クラニ。もうおなじみというか、おなじみですね。うん、新次郎くん覚えてますか、この生産者は。うん、覚えてますよ。フランソワ・ビラール。あ、はい、素晴らしい。と、これ分かってないもん。いっぱい試飲させてもらった、はい、イブ・キューロ。イブ・キューロさんですね。あともう一人、まあこれは合ってないけどね、ガイアールはね、合ってないですけども、はい、はい、ではね、その3人が合弁作ってる、そんなワインでございます。じゃあ、ズカちゃん、開けちゃってください。19年か。うん、19年です。19年ね、ローヌではなかなかまたちょうどいい年でございます。では、レバンド・ビエンヌの説明をさせてもらいます。フランソワ・ビラール、ピエール・ガイアール、イブ・キュイロンの北ローヌを代表する3人のビニュロンが、96年に設立したドメーヌ県ネゴシアンです。コートロティのローヌ川対岸、セーシエル丘から産ずるテロールド・ビエナヒエのワインがこのワイナリーの起源です。ビエンヌとは、セーシエルの丘の南に位置する地方の町です。ワイン作りは醸造責任者として、パスカル・ロンバーが務めていますが、ワインについては全てにおいてビラール、ガイアール、キュイロの3人がロンバーとしっかりとディスカッションをした上で作られています。シャプトリザシオンは行わず、天然酵母を使用した醸造方法で SO2 の使用も少量です。さあ来ました、シャプトリザシオン何でしょうか。ほとうです。おお、すごい。まさか即答できると思ってなかった。ロンとかでもシャプトリザシオンとかやるんですね。やるんだね。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。グナッシュ 70%、シラーが、25%、カリニャンが 5% ですね。香り良いですよね。素晴らしいですね。ガチガチだけどね、まだ。平均樹齢が30年、植樹密度が4000から6000本。結構べっこう飴みたいな、ちょっと甘さを感じさせるような。そうね、ちょっと温度を上げていった方がいいかもしれないね。ちょっと今日は気温がいいから。うん、ちょっと、うん、硬いけどうまい。なるほど。ブドウの丸ひげを方言で言うクラニューっていうのがこう名前の巻きひげ、巻きひげってね。やっぱりあの第一週のボルドーとは違うタイミング感ですね。僕たちこうずっとヴィンテージ追って飲んでるんですけど、やっぱり18年と19年ってなると、やっぱ18年の方がやっぱりパワフル、19年の方が線がシュッときて酸味もあってバランスがいい感じ。あ、どっちが好きかなっていうのは結構ね、これね、好みが分かるんですけどね。今回ね、あえて19年を選ばせていただきました。18年もうちょっとなんか鉄っぽいみたいな。あ、うん、ボリューミーになってるよね。やっぱりそういうところがギュッと出てくるよね。あ、でも18、19年両方とも値段変わらんです。そう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 。じゃあ2600円、どんなのを作ってるか見てみましょう。じゃん、うん、美味しい。じゃん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 、ここがイブキュイロンです。イブキュイロンのおっちゃんが僕たちを乗せてすごいスピードでガガガガガって行ってたのがこの道、この道あたりだろうね。で、それでウィーンと来て、怖かったですね。怖かったね。で、こう来てのここの道行ったね。行きました。で、ここがイブキーロンのワイナリー。その横でしたもんね。そう、いいよ。これがイブキューロン。そこ。あれ？横。ちょっと待って。おかしくない？あれ？ちょっと違う。あ、違う違う。これおかしいね。ちょっと待って。もしかしてこれ何年？2009年だ。ストリートビュー。じゃないかもしれない。まだできてないんだ。イブキューロンがまだできてないんだ、ここに。悲しい。
ほぼ伐採してできたのがイブキューよ。なるほどね、仕方ない。ストリートビューもね、ちょっとこう戻ってさ、イブキューのとこもちょっと行けるかな、うん、行けそうだよね。僕は行けるはず。ここグイーっと来ましたね、うん、アウディの SUV だ。そっと呼ぶ君覚えてるよね。なんかさ、人のさ、なんかどれくらいさ、そういうところで資産持ってるかってさ、見るの君好きだよね。いや、アウディの SUV なんか乗ったことないからさ、しかも一番ハイクラスのやつだから怒ってる。ちょっと待って、うん、結構待って、どこ行ってるの。行けなかったね。あ、ここでどっか行っちゃいましたね。そう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 、ここもう行っちゃう、こっちここですって。懐かしいね。はい、ここがイブキーロンさんですね。ここでね、僕たちはね、管巻いてたね。ずっと飲んでたね。何時間ぐらい飲んで買えなかったんだよ。うん、でもいっぱいなんかくれましたよね、お土産を。開けたやつ全部持っていけるみたいな感じだと思うね。で、ここから行くんだよね。ね、この中は2013年ぐらいですよ、今。あー、そっか、場所によって、うん、いろいろあるんだね。ゲームとね、行くと、うん、この道行ったね。すごいスピードね、怖かったもんね、ほんと。で、こう対向車来たら絶対ダメだなと思いました。で、ここの辺りですね。やっぱり、あそこ、イブケイロンのさ、ほら、ここにあると思う、うん、ほら、もう2009年行きますもん。なるほどね。うん。いいよ、と。今となっては、ここに、できてます。イブケイロンがありまして。その時は、まだこのレバンドビエンヌしかなかったです。で、もう正直ね、イブケイロン行ってたね。この隣にあるから、ほとんど僕が見てるとか言ってたもんね。レバンドビエンヌに関しては。ほとんど自分で。そうです。そうです。イブケイロンのワインは、ちょっと、金額的にまた張るんで、それを楽しめるといったらこのバンドビームシリーズ。で、もうこのさ、ちょっと途中じゃなかったね、申し訳ないね。はい、こんな感じですね。怖かったね。すごいよね、この丘感。もう人死ぬんじゃねえかっていう風なところでね、こんな不動の広がりしてるからね。やられてると思います。これまだ作れるな。この辺りとかですか？まあ、確かに作ろうと思ったら作れるね。確かに作れますね。うん、作っちゃう？怖いね。作っちゃうとまだ。ここだったらコンドル行けますよ。ドメイヌ進次郎。土地譲っていただけるんだったらあれですね。ランボーアーズカメで。ちょっとスペインのガラナッチャみたいな風味があります。あ、なるほどね。うん、さあ、じゃあ進次郎ポイントお願いします。5？ ちょっと 5？いきます。つむむと。せーの。3.4。おい。来ましたね。気が合うね。なかなか。気が合うね、やっぱり。これ、本当にさ、ドキドキ言って出してんだけど、まあ。ちょっと、まあ、開いてもしかしたら5いくかな。5いくだろうね。今日は飲むと思ったら、朝はもうこれ抜栓しといてください。そうですね。ちょっとだけ一口だけ飲んで、ギュッとして、で、冷蔵庫から、まあ、どっかね。うん、まあ今寒いので外でもいいですけど、ほっといていただいて、日が当たらないようにしてやっていただいて、それで夜また抜栓して、こう味の変化を見て、こう混ぜていいかも、こう上下にして、上下にしてこう均一化させて、それを飲んでいただければよりまた味は美味しくなるんじゃないかなというふうに思います。これを何に合わせるかまた楽しみですね。これ合わせるの大変だな。肉だな、これだったら。サラミ系欲しくなっちゃう。またね、やっぱりローンになるとね、そっち系になっちゃうんだよな、お約束だ。しょうがない。そういう間違いでもそうだ。はい、ということでですね、また僕たちがどれに合わせるか、また次の動画をぜひご覧ください。いいねとチャンネル登録、コメントほどもよろしくお願いします。では次回はまた3週ですね。まあ、次回か。なんか毎回次回って言いつつも、この次回は大体マリアージュ動画になっちゃうんで、次回でございますね。はい、どんな、風なワインかっていうと、次は第4週ですよね。最後のさあ、場所はまた白ワインでございます。おで、誰のワインかお楽しみに。もしかして。ではバイバーイ。